蘭育郎地図にない島、1. 痛いばかりに澄み切った青空に赤とんぼがすういすういと飛んでいたもう終わりだね夏も中野五郎は顔なじみになった監視員の 吉縛りの中に入りながらつぶやいたまったくもうこの商売ともお別れですよ真っ黒に日に焼けた監視員の K さんが望遠鏡の筒先に止まっている赤とんぼを視線のない目で見ていた夏の玉座を誇っていたこの K 海水浴場も赤とんぼがスイスイ現れてくると 思いなしか潮風にも秋の匂いがしてきた波のうねりはめっきり強くなったしびっしりと隙間もないほど砂浜を彩っていたパラソルやテントの数が日ごとに減っていった今までが特別華やかだっただけに余計物寂しかったどれまた貸してもらおうかな K さんは ちょっとうなずくように目を動かしたきりだった中野はそこに備え付けの望遠鏡の接眼部を拭うと静かに目に当てたいつものように水平線の方からずーっと見渡した沖には肉眼では見えにくいが船が2艘出ていたしかしそれきりだった今度は 右手の岬の方に回してみたこの望遠鏡をのぞくというのはまあ一種の約束ですよ相当珍なのがありますからねとは K さんの笑いながらの話だけれどそんな意味ばかりでなく中野は望遠鏡をのぞくのが好きだったたかが地上望遠鏡で口径の小さい倍率の低いものだったけれど それでも、こんな簡単な筒を通して見るだけで肉眼では見えない向こうの世界が手に取るように引き寄せられるというのが楽しかった何か人の知らないものを自分だけこっそり楽しむという欲望が人間にあるのなら望遠鏡は確かにその一つを味わわせてくれる機械である美咲の方にも変わった様子はなかった 釣りの帰りらしい男の歩いているのが見えたがそのびくの中はいくら見ても空っぽらしかったが望遠鏡の向きを変えようとした時だふと岩陰のくぼみに見慣れぬ船がもやっているのに気づいた10トンぐらいの白色に塗られたスマートな船だその岩陰の辺りは 青みを持った震源になっていてそのくらいの船は悠々つけられるのは知っていたが船のあるのを見たのは今日が初めてであるその船もこの辺ではついぞ見かけぬ船のようだ岩陰に半分以上隠れているので船尾の鮮明は見えなかったけれど見るからにスピードの出そうな近代的な流線型の船首がゆっくりと波に揺られていた。 珍しい船がいるねがる中野は望遠鏡から目を離して圭さんを顧みた圭さんは相変わらずその日焼けした顔に一筋の表情も浮かべないで「うん外人のだろう」そう気のなさそうな返事をして見向こうともしない中野はしかたなしにまた望遠鏡をのぞき込んだ いつの間にか、今ちょっと目を離したばかりなのにその間に船には人影が現れていたしかもあでやかな薄いワンピースを着た若い女性らしくその藤色というよりも小豆色に近い色調が日の照り返しのような目にしみた中野は慌てて接眼レンズを拭い直したりピントを調節したりして 一に覗き込んだ。日本人で二十歳ぐらいの女性だった漆黒の断髪を潮風になびかせ白い船室をバックにして手すりに持たれていた海風が彼女の体を撫でるたびに彫刻のように金星の取れている死体がレンズを通してふっくらと浮き出して見えたそして 何気なく彼女がこちらに向けた顔とレンズを通してばったりまともにあった時中野は思わず低くはあったが「おおっ!」と漏らしてしまったくらいであったそれほど彼女が美しかったのである二それから まばたきも忘れて見入っているとまた船室から一人が現れた今度は男だったしかしやはり日本人であるさっき圭さんが外人の船だろうと言ったのはどうやら出まかせらしかったどんな男かピントをそちらに向けた中野は今度こそ「あっ!と」と驚きを漏らしてしまったのだ なんだい中野さん K さんにも聞こえたと見えて間延びのした声をかけてきたうんいや何でもないさ中野はまるで望遠鏡にぶら下がるような格好をして見入ったまま口先だけの返事をしたしかしその実彼の目はレンズに食い入るように押し付けられていたのである そののレンズの向こう、船のデッキに立っている白髪の老人はもう1 5六6年も昔になるが大震災の時以来全く消息を絶ってしまっていたその当時まだ中学生になったばかりの中野の記憶に比べれば相当老けてはいるが確かに見当違いではないと断言できた。 震災の日を命日としてすでに位牌になっているそのおじがついそこに健在とはしかもこんなところに悠々と船に乗っているとはそれなのになぜ家にハガキ1本の通知もよこさなかったのであろう大体いいこのおじ細川三之助は風変わりな科学者で研究室に閉じこもっていて 世間とは全く行き来をしなかかか、ったばかり博か士号をどうしても誇示して受けなかったということは聞いていたがそれにしても倒壊した研究室から忽然と姿を消したまま今日まで一辺の通知状さえくれないでいたというのは奇怯すぎるしその上この夏の海浜に美少女と携えてスマートな船を乗り回しているなどということは。 およそ想像を絶する出来事だ中野が唖然とするのも無理ではなかった唖然とした中野は望遠鏡から目を離すと23度目をパチパチさせてその船の方を眺めていたがそのまま K さんにも断らずにその小高い吉シズバリの監視場を飛び出すと砂浜を一山に駆け出していた「もっとそばに行って」 たたかったかかめっらである。凹凸だらけの岩を越えるとその船がいきなり目の前に浮かんでいたおかしなことには鮮明らしいものはどこにも書かれていなかったがしかしそんなことはどうでもよかったデッキの人はやっぱり間違いもないおじの細川三之助であったおじさん ギョッとしたように顔を上げたおじの顔には一瞬ポッと気液の赤みが流れたしかしそれっきりひと言も言わず強いてするように顔を伏せてしまった「おじさん中野です中野五郎ですよ」だが細川三之助は相変わらず無言でそればかりか今度はくるりと向こうを向いてしまった けれどそのフケを見せた白い瓶の震えは何か激しい心の動揺を物語っていたようである傍らの美しい人も何か言おうとして2人の顔を見比べたまま胸の辺りまで上げた手をまただらんと下ろしてしまった人々の間にガラスの仕切りが張り巡らされたようなしらじらしい気持ちだった ただその中で叔父たちを乗せた優美な白亜線だけが波の低い震源に鮮やかに影を落として息づいていた1516年もの間ぱったりと音沙汰のなかった叔父とこうして偶然に会ったというのにその態度のあまりのよそよそしさには 中野自身かえって老狽に似た気持ちに襲われたほどであったそして奮然として岩を下ってきたのだけれどやがて昼下がりの頃になってもまだその船が静かに浮かんでいるのを眺め見ると中野はもう一ん思い直す余裕が出てきたさっきは返事一つしない叔父の様子に一途に憤慨したのだがそれにしても かつてはいかにも科学者らしく、冷静そのもののように表情というものを表さなかった細川三之助が、たとえわずかでもポッと赤みを漂わせたり、瓶の震えを見せたりしたのは、きっと心には、激しい動揺を覚えていたに違いないのだ。とすれば、おじには何か返事のできない、中野とは言葉を交わせない理由があるに相違ない。 もしかするとその理由のために1 5六6年もの長い間わざと全く消息を絶っていたのかもしれないその理由は無論わからなかった中野はもういっぺん言ってそれだけでも聞こうと思ったさっきは傍らにあの少女がいたので叔父は余計に話せなかったのかもしれない彼はご飯を済ますと 久しぶりにきちんと夏服を着込んで磯伝いに歩いていった白亜線はさっきのままに浮かんでいたシーンと静まり返って人声一つしてはいなかった中野は足音を忍ばせるようにして船に上がっていった上がっていってまず気づいたのはその足触りなどから察すると驚いたことには この船全体がジュラルミンか何かとにかくそういった種類の軽金属ですべてが作られているらしいことだったどこかで時計のように規則正しく機械の音がしていたしばらく耳を澄ましていたがそれ以外には何一つ聞き取ることができなかった中野は立ち止まったまま考えていたが 最初の考えのおじを探すのはやめてそのまま手近にあった救命具入れらしい箱の陰に体を隠してしまったおじが一体どんなところに住んでいるのかを見てやろうと思いついたからであったもう一つそういう密航を簡単に決心させたのはどうやらさっきこの船にいた あの美少女のせいでもあるらしかったがそして何分ぐらいたったであろうか少なくとも10分とはたたなかったようであるが中野は海風が妙にひんやりしてきたのに気づいたそういえばかすかではあるがこの船は振動しているようであるおや動き出したのかなと思っているうちにも スピードはぐんぐん上っていくらしかった今にも吹き飛ばされそうな風圧が加わってきた息もできないような風圧に慌てた中野はついに3歩ばかり離れたハッチにやっとのことで飛びつくと無我夢中で船内に転げ込んだほっと息がつけたこの船は想像もできないような猛スピードで走りだしたらしい その中野が転げ込んだ物音を聞きつけたのか船内のドアが開くとひょっこり顔を出したのはあの美少女だったあら向こうではそこの壁にもたれて肩で息をしている中野を見るとひどくびっくりしたらしかったあさっきは失礼しましたもう一度お父に会いたいと思っているうちに動き出しちまったもんですから。 ョコリと一つ頭を下げるとできるだけ好意を持たれるような笑顔を作ったまあ今まで鉄器にいらしたのよく飛ばされなかったわね全くえらいスピードですねおまけにスーっと出たんでいつ動きだしたかちっとも知らなかったと一息してそれにしても一向エンジンの音がしませんね エンジンジ彼女は聞き返したけどすぐ一人でうなずいてそんな旧式なもんつけてませんわこれ電気船ですもんははあ、するとやっぱり蓄電池かなんかで中野はそういえばこの船がスマートな流線型であるのは煙突というものがなかったせいだと気づいた蓄電池なんて。 そんな重たいバふさぎなもんなんて使っていませんわへえするとどういう仕掛けでどういう仕掛けって何て言ったらいいかしら無線で電力を受けてそれで動かしているのよはあはあ、つまりラジオのように放送されている電力を受けて動かしているわけ うまいことを考えたもんですね。しかし、そんな電力放送局があるんですかあるわよ。あるから動いているんじゃなくてなるほど。あなたのおじさまの発明よ。あ、おじ、細川のおじの。ええ。ど、どこにいますあちらの機械室にご案内しましょうか。 いあとでいいです僕は中野五郎というものでさっきお聞きしましたわね <laughs> 私の名はもっと覚えいいなよ小池恵子小池恵子さんええ逆さに読んでも小池恵子覚えいいでしょ <laughs> まるで屈託と,とかはにかみとかは どこにもないような明るた。ど見事な白髪になった細川三之助は船長室のような豪奢な部屋で一人大型デスクに酔っていたお,お前は彼女に導かれて入っていった中野を見ると 思わず腰を浮かしたようだったけれどすぐまた表情を顔から拭い去ってどうしてここへうっかりしている間に船が動いてしまったんですそれにちょっと恵子さんと話していたもんですから困るねもう陸からは1 0 0 0キロも離れているんだ今さら帰っている暇はない1 0 0 0 そんなにそうだよこの船はお前たちの考えている飛行機よりずっと速いんだ音と同じくらいの速度が出るんだからね1秒に3 4 0ルとしてももう30分にもなるから91万4 0 0 0ルは来ている細川三之助は今度は稽古の方に目をやった こんな男が乗ったのをなぜもっと早く言ってくれないんですうっかりしてましたわ彼女はおそらく生まれて初めてらしいような照れ気味な顔をするとぴょこりと頭を下げて部屋を出て行ってしまった困ったねえ人には絶対見せられないところへ行くんだがお父は額に深い縦じわを寄せ 部屋の中をぐるぐるる歩き始めたこの癖も中野の記憶にあった叔父は何か考え事があると昔もよくそうしていた一体どこへ行くんですか一体どこってまあ仕方がない太平洋上のある島だよ無論地図にもない島だそんな島があるんですか んにあるんだもちろん普通の航路からはずっと離れたところにあるし低い島だからよほどそばに来てもなかなかわからないそこに十何年もいたんですか何をしているんですある人の頼みで研究に従事しているんだ秘密が漏れぬよう音信不通の約束でね 今度だだっって必要なものを買いに行ったんだが、あの警戒眼のように混雑しているところの方がかえって目立たぬつもりでいたのにお前がいたのは運の月きだったしかしこの船などから見ると相当大規模なことをしているようですが一体誰が経営しているんです名は言えないよ言えばすぐわかるからねつまりその人は アメリカからの帰りに船が難破してやっと助けられたものの頭が少し変になったと言われている大金持ちだよ実は漂流しているうちにこの島を発見したのでわざと頭の調子が悪いように見せかけて内地を去り我々のようなものを集めてその島に一大科学国を作っているわけなんだその意味で 震災は科学者が大量に姿を消すにはこの上もないチャンスだったあの時に行方不明になったというものの大部分は現在盛んに研究に従っているからねまるで夢物語ですねバカを言ってはいかんもっともお前たちから見れば夢物語のようかもしれないがねが この船のようなスピードを出したものは他にあるまい人類の達した最高の速度の中に今お前はいるんだこれほどはっきりした話はあるまい1秒間に3 4 0ルという音と同じ速さはほぼこの地球の時点の速さに匹敵する速さだだからもしこの船が地球の時点と反対の方向に走ったら 英語に夜というものを知らないでいることができるおそらく空気中では最高の速度だと言っていいだろうすごいもんですねそれにしても一向に振動がないじゃありませんか波なんか問題にしないんですか波はっ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 ははっはっ 冗談じゃない。本当に海の上を滑っていたらとてもこんなスピードは出ないよこの船は実際は海の上5メートルばかりのところを飛んでいるんだ船の形をしているのは結局人の目を避けるためさそう言っているうちに急にスピードの落ちてきた感じがするとゆたりゆたりと波のうねりも伝わってきた。 着水したんですね。うん島に着いたんだどんな島です中野は窓際に馳せ寄ると外を覗いてみたしかしそこは右も左もまんまんたる大海原の真っただ中で針でついたほどの島影も見えないまだですねいやそこだよ。 でも、見渡す限りの海で。島は隠してあるのさ。俗物の近寄らんように。島を隠してあるそうだよ。つまり、蜃気楼。人工蜃気楼で一面の海のように見せかけてあるんだ。ほう。これなんかちょっと面白いと思うね。 例えばデッキが大変態で東京を空襲に来る防御の飛行機が舞い上がるがとても全部撃墜というわけにはいかない半数くらいは白母の東京上空に侵入して毒ガス弾爆弾を雨あられとまき散らし東京全市は大混乱の末全くの廃墟と化したと思うと。 実はこれは人工蜃気楼で東京全市を太平洋に浮かべてあっただけだから敵は命がけで遠いところを爆弾を運んで何のことはない太平洋に爆弾を捨てに来たようなものであったとはどうだ面白い筋書きじゃないか細川三之助はなかなか饒舌だった なるほど面白い話だけれどしかし中野五郎は今後ろのドアを細めに開けて覗き込んだ稽古の目と人工心気楼の奥に隠されたまだ見ぬ島の様子の想像とにすっかり気を奪われて上の空であった5 人工蜃気楼の奥に秘められた科学の島日照島に小池桂子に伴われて上陸第一歩を記した中野五郎はまずのっけから驚かされ度ぎもを抜かれて目を見張った「科学の島というからには無風流極まるコンクリートの工場地帯を思わせるような風景を想像していたのだが一歩人工蜃気楼の障壁を入ると」 そこに忽然と繰り広げられたのは言葉通り百花繚乱と咲き乱れた花園のような日照灯だった南国の明るい光の中に桜も富士もグラジオラスもダリアも御返しも気境も四季の花々が一時に咲き競っている様はちょっと常識を通り越した見事さだ そうしてその向こうに夢のような美しい線を持った硬質ガラス製の研究所が続いていたがそれにも増して驚いたのは迎えに出てきた10人ばかりの少女でそれがそろいもそろってまるではんこを押したように彼のそばで微笑している小池恵子とそっくり同じなのだ。 双子というのは少しは滑稽味もあるけれど、しかしそっくり同じ顔形体つきの少女がずらりと10人も並ばれてみると中野は何かしら圧迫感を覚えるばかりだった一体これは中野がぼ然と立ちつくんでいると恵子はその横顔を面白そうに見上げて <laughs> まるでいたずらっ子がうまく相手をはめ込んだ時のようにいかにもうれしそうに笑っていたちょっと壮観でしょ私も初めはまるで私の影がそこら中にうろうろしているみたいに感じてずいぶん変だったんですけどでも慣れちまったわかえっていい時もあるわよ私がいたずらしても誰が誰だか分かんなくなっちまうんですもんしかし よくもまあこんなにそっくりな人を集めたもんですね中野は実際のところ一目稽古を見た時から理想の女性にぶつかったような自分の一生にはもう二度とこれ以上の人には会うまいと思うような感激を覚えていたそれがその稽古とそっくりの女性にこうずらりと並ばれてみると目がクラクラするような気持ちであった 集めたのじゃないわよ。作られたのよ彼女はとんでもないことを平気で言った作られた中野はぎょっとしてもう一遍見回したしかし人造人間にしてはあまりに精巧だった成功でありすぎたいかに化学万能の秘密鏡であるかは知らないがこの一人一人が つくられたられ,なかっ,た作られたっていうと人造人間だというんですかとたんにえらい騒ぎが始まったあーら嫌だ嫌だわあたしたちが人造人間だなんて少し面食らってるのよこの人ねえ恵子さんこの人なんて言うな教えてよいいじゃないの。 ちょっとハンサムじゃないずらりと並んでいた稽古たちが一斉にしゃべりだしたのだカマビスしさはこの科学の島でもいささかも変わらなかった中野は血が頭に上っていくのを自分でも知っていたただその中で「あたしたちが人造人間だなんて」といった言葉だけが ピンと耳に響いた人造人間ではないのかとするととすると稽子の言う「作られた」という意味がわからなかった中野は頭を抱えてもう少しで逃げ出すところだったもしその時船から荷揚げを指図していた細川三之助が来てくれなかったら本当に逃げ出していたかもしれない は何か言うとい子たちを研究室の方へ追いやってしまったどうしたんだい島に上がる早々この騒ぎはどうも僕にもわからんのです中野が「作られた」という意味を正すと「そうかそういうわけかそりゃあい子さんの説明不足が悪いぞ」おじはちょっと恵子をにらんでみせると 残念ながらこの島でも人造人間をあれほど精巧に作るまでには行っていないよ何しろあの人たちは本当の人なんだからねただ整形外科の医学の方は人の顔の美臭を自由に作り変えるくらいには言っている顔の美臭といっても目は2つ鼻と口は1つというように 造作に変わりはないんだ要するにその造作の配置の問題だからねその配置さえ適当にすれば仕込めたちまち絶世の美女となるわけさと言ってもまさか新古細工のようにちょいちょいするわけにはいかんから勢いモデルが必要となるそのモデルに選ばれたのがここにいる恵子さんだだから そっくり同じ美女がずらりと出来上がってしまったのさなるほど中野はやっと飲み込めたと同時にいささか満足でもあった自分が思ったように彼女はこの日照灯においてもモデルにされるほど美しいのだとでも嫌ね ばったり道で会ったりするとドキッとするわよそうでしょうねしかしそれくらいは安い税金だまあ彼女はバラの花びらのような方をしてわざと向こうを向いてしまった6おじの案内で中野は 四季の花が咲き乱れる花園を抜けて研究室の方へ進んでいった硬質ガラスで作られている研究所の最高は申し分なかった地上には1階しか出ていなく平屋のように見えたが実は地下に数十階を持っている広大なものだった地下の部屋には全部霊光伝統がつけられてあった。 冷光電灯はエネルギーを100%光として使っているもので大部分を熱に消費してしまいわずかにその何かを光として利用するものとは比べ物にならないほど高能率のものだったその上温度と湿度を調節されクリーニングされた空気が爽やかに流れているただ一ついつの間にか恵子が姿を消してしまったのが 残念であったが叔父はそんなことには一向にお構いなく中野に振り返る余裕も与えないほどどんどん進んでいった最初に押したドアには「第256号室」と書かれた札が下がっていたそしてドアを開けるといきなり足元に下いよってきた小動物があった思わず後ずさりしながら確かめると それは子犬ほどしかないけれど間違いもない象なのだあっと思って目を上げるとその目に今度は子牛ほどもあろうかと思われる化け物のようなコオロギが映ったその他いろいろなものがいたようであるがそれらを見直す前にそのコオロギが戸板のような羽をすり合わせ鼓膜のしびれるような われねのようなチンチロリンを始めたのであるチンチロリンを始めたところを見るとそれはコオロギではなくマツムシであったようだがそんなことは確かめる暇がなかった中野は顔色を変えてドアの外に飛び出してしまっていたのだったどうしたい中野はまだ息が切れていたあの犬ころのような像の 貧弱な細い鼻でなめられた足のあたりがまだムズムズしているようだった何ですこの化け物屋敷のような部屋は一口には言いにくいがとにかくものの大きさというものの疑問を研究している部屋だよつまりウサギならウサギネズミならネズミと大体その大きさは一定しているだろういかに栄養をよくしても 犬のような飲みはできないしまたいかに不足な栄養でもメダカぐらいの体はいないこの研究はほぼ完成に近づいてあのように牛ぐらいあるマツムシや犬ころみたいなゾウが作れるようになった毒毛を抜かれた格好だねフッ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 おじは含んだような笑い方をすると 黙り込んでいる中野の肩をポンと一つたたいたじゃあ向こうに行こうまた長い廊下をコツコツと進んでいって「第5 0人号」と書かれた部屋の前に立ち止まったここは最近だいぶ犠牲者を出した部屋だ犠牲者中野は一体その中からどんなものが飛び出してくるのかとちょっと尻込みをしながら それでも怖いもの見たさでおずおずと覗き込んだそこには白金色の大きな潜水艦のようなものが七八部どり組み立てられてあった「月世界行きのロケットだ第二号目さ」「二号目」というと第一号は失敗してしまったのさ。 十分の一秒の計算違いをしたためにえらいことをしてしまったたった10分の1秒の違いですって中野は聞き返したそうだよそれがえらいことなのだだいたい月までの平均距離は38万キロばかりあるそれを1秒間に500メートルのスピードで ロケットを飛ばしていったとすると約8日と21時間かかるんだ1秒に5 0 0メートルなんていうスピードはちょっと想像もできないましてそれそれだけのスピードを持たすための初速度は実にものすごいものでたかが市内電車の急発進でひっくり返されるような人間はロケットが飛び出した瞬間に 床に叩きつけられて死んでしまうくらいが落ちさしかしそれの予防法はできたが第1回のロケットの出発の際に十分の1秒つまり計算上コンマの打ちどころを1桁だけ間違ったためにいざそのロケットが月に到着する時になって 7526万4 0 0 0ルばかりも食い違いができたえらいことさ第1回のロケットはそうしたわけで月の通ってしまったあとの空っぽのところに飛んでいったんだそしてどうなったんですそして肝心の月に行き当たらなかったから そのロケット、日照島第1号は今も果てしない大宇宙を飛んでいるよ暗黒の下二270度の中を無論もう酸素も食料も尽きただろうから15人の地球人の死骸を乗せた棺桶となったロケットが飛び続けている真空の宇宙だからとどまることはない 無限に運動を続けているわけだつまり一つの星となってしまったのささすがに細川三之助も安全としてドアを閉じたそしてなあに今度は成功するさもうすぐ月世界に第1回の日照記を立ててみせる今度は さっきちょっと言った整形外科へ案内しよう7その部屋の番号は第665号だったさあ中へ入ってお父はどんどん入っていった中野も続いていったあの 稽古そっくりの美女を作る整形外科室と聞いて中野は一段と目をそば立てながらドアをくぐったまだ奥にも部屋があるらしいがその最初の部屋はちょっと病院の診察室といった感じだったしかももはや美女の施術は終わったのか傍らの椅子にずらりと並んでいるのはあまり人相のよくない男たちで。 突然入ってきた中野の本をじろじろ流し見ては何か小声で囁き合っていた細川三之助は一向そんなことは頓と着なく奥でカルテを見ている白衣を着た禿頭の老人のところに行くとしばらく何かボソボソと話し合っていたがやがてその2人は何かうなずきながら中野を差し招いたえっ何ですか ちょっとここに寝てくれんか傍らの手術台のようなものを指したえこここへ嫌か嫌ですよどこも悪くないです今さら嫌じゃ困るこれを頼もうと思ったから黙って連れてきてやったんだ どうすするんですか。どうもせんよちょっとモデルになってもらえばいいんだモデルとたんに中野はすっかり意味が飲みこめた向こうの椅子にずらりと並んでいる人相の悪い連中は美男型の中野そっくりの顔になろうとしているのだお父の言葉によると どうやらそれを目当てに彼をこの島に連れてきたらしい彼は一つのサンプルとして連れてこられたのだ中野は夢中で逃げようとしたパッと身をかわしたつもりだったがそれよりも早くハゲ頭の医者にぐいっと右手を取られてしまった「あっ!」と思ったのはつかまれたばかりでなくその上 ちくりと針を刺したような痛みを感じたからであると同時に急に体の力が抜けてしまったよほど強い薬を刺されたらしい中野は朦朧とした意識の中で自分が台の上に運ばれまるでデスマスクを取られるように顔一面に何かを押しつけられたのをふわふわと覚えていたが 中野はじりじりと照りつける日を感じてやっと目が覚めたまだ体がふわふわするが今度はそれは海の上のボートにいるからだと気づいたなぜボートに乗っているのだろう一生懸命になってやっと上半身を起こした外れたピントがだんだん調節されるように視力が定まってくると いきなり中野はぎょっとして目を見張ったつい彼のすぐ目の前で貝を操っている男はまるで鏡を覗いたように中野五郎そっくり寸分の違いもない男なのだ「あら気づかれたの」その声にまた目を見張るとそれは友の方にいて家事を取っていた 小池恵子だったああなたもえとうとう来てしまったの恵子はじっと心持ち楽しそうに中野の顔を見たそれでは中野さんも気づかれたようですし失礼しましょうもう10分ほどするとちょうどこのそばを日本汽船が通りますから間違いなく 中野そっくりの男はそう言って立ち上がると2人に一遊して海に飛び込みそのまま抜き手を切って泳ぎ去ってしまった中野は慌てて辺りを見回したしかしいずれを見ても病病満々たる大海原の真っただ中でとても泳ぎきれるとは思えなかったそうだ人工蜃気楼に隠された日照灯がこのすぐ近くにあるんだ と気づいたしかしいかに瞳を凝らしてみてもついにそれは見分けられなかった思ってみれば長い悪夢のようであった美しい稽古が目の前で微笑んでいるのだから決して夢ではない水平線にポツンと見えてきた汽船がやがてこの太陽の中の漂流ボートを見つけたのであろう 汽笛を鳴らしながら近づいてきた中野は一生懸命に彼女と共に手を振りながらあの日照灯ではこの自分とそっくりの男たちが稽古そっくりの女たちと共に生活し恋愛しているのかと思うとふともういっぺん辺りを見回したい気持ちに襲われたそっと自分の腿をつねって 自分は本物だが、この稽古は果たして本物であろうか、と。ご視聴ありがとうございました。蘭育次郎作の作品は、他にもこのようなものを朗読しております。また、最新の朗読はこちらです。どうぞ。 合わせてご視聴ください。